はい、皆さん、こんにちは、まげです、えー。本日もどうぞよろしくお願いいたします。えー、と、本日はですね、あのー、まあ、久々に桜大戦ネタの考察動画といった形にしたいなと思います。えー、とね、今日お送りしますのは、えー、とですね、めぐみ。うん。えー、とですね、帝国歌劇団、めぐみですね。めぐみちゃん。えー、とね、こちらの方についてねあの、ちょっと考えてみたいなというふうに思うんですよ。えー、とですね、そもそも、めぐみのことをね、あのー、 まあご存知ないということは、まあ、まあ知らないってことはまああんまりいらっしゃらないかなと思うんですけども、まあ一応念のためちょっとあの補足させていただきますと、あの帝国劇団めぐみというのはえっ、ー、とです去年かなえっ、ー、とですね新桜大戦ザステージというようなあの舞台がありましたあのそこあのえ,えっと本当はね。 えーと去年の,その2020年の3月ぐらいに一回その舞台がやるはずだったんですけどほら例の,あのコロナであの延期になっちゃいましてでもってです、ね、去年の11月にあの開催にこぎ着けたわけですねあと、うん、でもってそこにあの出演してくださっている皆さんなんですよ、うん、でもってほら、あのー、帝国歌劇団の,その,の新花組というのはいるじゃないですか要するに雨、まあ、宮桜役の,あの関根優奈さんだったりといったような形で、まあ、あのメンバーいらっしゃる。 あのー、出演者の方、そしてメンバーがです、ね、いらっしゃるわけですよ。なんですけれども、あのー、それだけではなくて、要するにまあ今回の,その新桜財政のゲームの中には出てこないんですが、あのー、舞台オリジナルのキャラといった形で、それで、あのー、帝国家け団、めぐみというものが登場します。でもっとこのめぐみ,のあのめぐみちゃんの,この役割というのは、えーとですね、舞台の中でのお話。 で言うと、本当は八面六臂の大活躍でして、あのー、エキストラですね、通行人かなんかを演じたりですとかもしくはあのほらあのー、キャラクターたちが歌って踊るじゃないですかでもってですね、そこの,その,あのバックダンサーからなんか務めたりだとかね。うん、あと、黒子の役目もやってたなであ,とあと何よりも大事なのがあの敵をやってくれてるんですよ。 あの敵キャラクターオボロも含めましてあとほあの魔装騎兵じゃなくてなんだ九九つ騎兵か九九つ騎兵かなんかをあの要するに一人一人が操作したりだとかしてそれで動かしていってそう要するにもう何でもやるんですよね本当にうんだから私思ったんですけど本当にねあのまあ一応あのメインキャストであるそのあの帝国家劇団花組の皆さんとほぼ変わんないぐらいの。 あの忙しさと重要性を持っている、うん、もう大変素晴らしい、重要なあのポジションにいらっしゃるわけですよ。でもって、それはあの今お話ししたのはそのの舞台の中の,その,あのストーリーの中のお話です、あのー、出番であなんですけども、もう一つ、あのー、舞台のそう、要するにあのなんつのかな舞台そのものの,その,あの司会進行みたいな、そういったこともやるわけですよ。要するに あの幕と幕の間の、うん、要するにあのー、つなぎの部分の語りであったりだとかあとそうですねそのほら、あのー、あ舞台が始まる前の前説あるじゃないですかねあの要するにほらあのー、撮影だとかあのー、ご飲食はちょっとご遠慮くださいみたいなそういったようなお話だとか、うん、であとあのー、ねこんなご時世だからちょっと歓声を上げてあの声を上げて。 いただくことは申し訳ないけどできないんですがその代わり拍手は当にあに大きな拍手で「よろしくお願いします」といったようなそういったような呼びかけをしたりだとかねんかそういった形で大活躍なんですよでまたねめぐみちゃんなんかその登場する時の「私たち帝国歌劇団めぐみです」とかつったようなあのポーズがねめっちゃかわいい。でもってね私去年ね11月に十一月に あの初めて行きまして、その、あの新桜大戦座ステージ。でもってね、その、あのー、めぐみというのが、まあ、登場しますと言ったような事前情報はもちろんあったんで、へえ、どういう感じなんだろうつって楽しみに見てたんですけども、もうね、想像以上でしたよ。ああ素晴らしかった。おそらくね、実際舞台見に行った人、もしくはアーカイブで見た人、まあ、いろんな形あると思うんですけども、あのね、あの舞台を見てね、あのめぐみちゃんの、 メンバーである皆さんのファンにならない人って多分ねいませんよ。ほんとマジな話。うん。「めぐみが良かった!」っていう声がほんと多かったから。うん。でもってね、あのそもそもなんでじゃあ今日、あごめんなさい、あのちょっとね、あの話がちょっと前後しちゃって申し訳ないんですが、あなんでそもそも、あのー、めぐみの話なのかといったような話なんですけど、あのほら、もうすぐほら、新桜対戦「ザステージ a 花の宴」祭、「祭まあ要するに、彩りというふうに書いて祭じゃないですか。 ね、それがほら、ね、9月25日のあたりかなんかに、25、26とかにあの開催されますよね。で、私今回ちょっとね、あの残念ながらちょっと参加できないんですけども、でもって、あのまたね、ほら、あのめぐみちゃんの皆さんが参加してくださるって話なんで、うわ、生きてえなぁと、まと思ってたんですけど、まあ、残念なんでね、うん、そこはちょっとね、あのここはもちょっと事前情報として、あのめぐみちゃんの、まあ、ご紹介ですよ、うん。そういった動画ちょっと一本作りたいなというふうに思いましてね、うん、そこで、 あのー、まあ、急遽作ろうと言ったふうに思いました、うんあのよくよく考えたらねそのめぐみちゃん専用の動画って私ね一本撮ったってことは確かなくてねあの要するにはあの舞台見に行きましたつってなんかその感想かなんかを話したりだとかいう中でそれで「あめぐみが本当良よかったっすよ」って言ったようなでそんなような話はしたことあったと思うんですけどめぐみちゃん一本だけ あのめぐみちゃんだけを扱った動画一本っていうのはね、まだなかったと思うから、<laughs> これはちょっとね、やってみたいなというふうに思いまして、うん、素晴らしかったんですよ、本当に。はい、えー、ではですね、えー、っと、帝国をかけでためぐみのメンバーをですね、ちょっとお一方お一方ご紹介していきたいなと思います。すいません、なんかニヤニヤしちゃって、<laughs> なんかね、楽しいっすね、やっぱね、うーん。 やばい。<laughs> ちょっと待ってください。えーえー、っと、まずお一方目。えー、っとね、山田セイラさんとおっしゃいます。この方ね、多分、あのー、めぐみの、なんかあのー、クレジットのところで、一番先頭に出てくるんで、なんかリ,リーダー的な立場なのかな、多分、うん。そんな感じなのかもしれません。もう、スタイルいいっすね。また、このね、あのね、めぐみちゃんのね、この衣装がね、なんかね、あれっすよ、あのね、一人一人確か微妙に違ったと思うんだよな、確か。うん。 ねえほらあの、あのー、腰のところがなんか、そう、あのー、なんつうのかな、腰周りのところが、なんか、ほら、あのコルセットみたいな感じになってるんですけど、これがまたね、セクシーさをね際立たせている。また可愛らしいお顔してんだよな、ほ、うんとに。そう、あのね、フェイスガードしてたんですよ、ずーっと。うんあ、でも、おあのね、桜花の,の宴の時には確かしてなかったと思うんだよさ新作の対戦、ザ・ステージの時は確かしてたんですよ、全員。だったんですけど、うん。えー 大川の宴の時は確かしてなかったと思う、うん。だからね、あの、皆さんのね、そこの山田聖楽さんをはじめとした、あの、あ皆さんの、か、ね、可愛らしいお顔立ちをね、見ることができたんで、<laughs> すごい楽しかったですよ。うん、はい。では、えー、っと、引き続きまして、お二人目、えー、っと、いきますね。えー、っと、こちらの方はね、えー、っと、なんだっけ、えー、っと、矢沢りおさんとおっしゃいます。ちょっとずれちゃってるな、矢沢りおさん。うーん、<laughs> なんか、そうそうそう、舞台ではね、あんまりね,ねあの、大きく見らんないから、 このいや,やっぱ皆さんこんなかわいい顔してたんだなーっていうのがね改めて思いますよね本当美しいうんやばいでなんかコルセット見たいというふうに言ってましたけどだからこれ見ると本当コルセットなんですね完全にうんキュッと閉まってるうんそれでいてあれだけのねなんか激しいね歌うと踊りとかなんかやってくれるんだから大変だよなって感じうんかわいいなこれなんかマイクかなんかつけてんのかなこれなんか、うん、ヘッドセットっていうか違うなイヤモニみたいななんかつ からなんかマイクに伸びてる。うん。かわいい。黒目がでかい。かわいい。やばいっすね。なんか。では3人目の方、いけます。次はですね、えっ、ー、とですね、雨宮、雨宮ひかるさんとおっしゃるのかな。うん。なんかこのほら、あのブレード持ってますけど、<laughs> なんかうまっ、この人もまた綺麗い。うん。いやー、なんか綺麗なお姉さんって感じだな。なんか、うーん。やばいっすね。なんかね、こうしてみちゃうと、本当に。 うん皆さんお美しいの、ね、若いなやっぱな全員、うん、確か20代前半から中盤だと思いますよ確かうん,うん若いっすねんか <laughs> 私ねやっぱ52年やっぱねお親父からするとやっぱこういうねなんつうのかなキラキラしたうんやっぱ若い女の子えいいっすねやっぱね <laughs> なんか気持ちがなんかすごくね和むっていうかねなんかうん何かほほ笑ましいというかかわいい。<laughs> もう、なんかさっきはなんか、それしか言ってないっすね、私。<laughs> なんか。はい。えーとですね。では、その次ですね。えっ、ー、と、4人目の方ってことになるのかな行きます。次の方。うん、はあ。やばいっすね。いいっすね。飯島あやめさんですね。いいっすね。いいっすね。やばいっすね。うーん。あー、なんか、うん、見とれちゃう。<laughs> でもってね、あのね、 そう、この飯島美さん、背が高いんですよ、なかなかに、ね。うん。166、7ぐらいあったってか感じで確か書いてあったと思うんですけど、スタイル抜群。うん。で、顔がめっちゃ小さい。でもって首が長いっていうね、顔小さくて首が長くて手足も長いっていうね、もう理想的なスタイルっすね。うん、本当に。多分、ら面と向かったら多分、顔面なんか相当小さいんじゃないですか。やばいぐらいに、本当に。うん。私のね、このでかい顔面と比較すると、なんか同じ、あ人間という、 あ生物とは思えないぐらいの,なんかこの,、ね、あのバランスの良さだと思いますよ。うん、好きですね。私ね、そうあのーまあ、その一番最後にあのご紹介するあの山下優奈さんと共に、この石田、あのー、飯島弓さん、大好きなんですよ。<laughs> やばいっすね、うん。かわいい。めっちゃかわいい。何、うん、な,んなんですか、このパッチリしたお目目、うん。いいっすね。なんかね私のこのなんかねあの目つきの悪い目とはや。 えらい違いますよ <laughs>。はい、では引き続きまして。次はね。石田彩佳さんですね。ああ、いいっすね。かわいいっすね。可 <laughs> 愛い,いな。なんかうーんえっとね。この方は確かね。ずっとショートだったかなと思うんですよね。確かね。うんあでもって先ほどちょっと、ね、言うの忘れちゃったんですけど、あのね。あの恵みの皆さんってね。あれですよ。あのね、あの大帝国劇場のスタッフの役もやってるんですよ。要するにほらえーっと。 ひろみちゃんは出てこなかったから、いつきちゃんが出てきたんですよね。いつきちゃん、い,いつきちゃん役は確かこの石田さんだったかなぁと思うんですけど、いや、違うかもしれない。あのー、いつきちゃんだとか、あとほら、あのー、林道薫だとか、あと大葉駒士とかね。うん、あの、そのあたりの役もやってくれてるんでめ、めっちゃ忙しいんですよ、本当に。うん。でも石田美さん、たあごめんなさい。ちょっとね、何かの役やってたと思うんですけど、ちょっとね、あの忘れちゃいました。<laughs> 申し訳ないです。まあ、とにかくかわいいす。うん。 なんか、見とれちゃいますね。<laughs> はい。では、えっ、ー、と、引き続きいきたいなと思います。えっ、ー、と、次はね、あのー、小立みずきさんという方です。こちらの方、うわ、可愛い,いな。<laughs> ちょっと、これね、あの、大きい画像がちょっと見つからなかったので、ちょっと小さくなっちゃったんですが、こんな感じです。うわー、やべえ、可愛いい。<laughs> かいいっすね。なんか、すげえ、なんか、幼い感じに見える。ね、20代なのになんか、まだ、いや、下手すっと、これ、ほんと、中学生ぐらいに見えてもおかしくないぐらいの、 うん、やっぱ日本人女性って基本的に俺年齢よりもねあの若く見えるから、うん、可愛いらしいうん本当になんかやばいっすねなんかうん何か胸がキュンとしちゃう感じの可愛さうん可愛いな <laughs> もう可愛いい愛い連呼してますけどねさっきから <laughs> やばいっすねほんと可愛いわあーちょっとね失敗したらあのねうんあのね そう要するにあのめぐみの皆さんがその舞台の,あのどの役やってるというのを、ね、あ明確にあの下調べしておいてそれでやれよかったんですけどね、うんいやあのー、見れば絶対わかるはずと思ったんですけど、うん、でほらおぼるなんて俺あれじゃないですかほらあのフードかぶってるからわかんないんですよ確かうん。まあちょっと後悔は置いといてとりあえず、うん、あのねあの小立美月さんめっちゃかわいいっす。<laughs> はいでは、引き続き行きたいなと思います。次の方はですね、長井マリエさんという方です。うわ、かわいいし。あ、これでかちょっと待ってください。なんか大きくなっちゃった。ちょっと画像がでかくなりすぎた。ちょっとごめんなさい。これはね、ぜひね、この長井まりえさんのこのね、全身をね、皆さんにご紹介したい。うん。なぜかというと、可愛い,いし、美しいからなんです。そう。 見てくださいよこの美しさと可愛さこの前髪パッツンってやっぱりね基本的にねよっぽど可愛い子じゃないと絶対できない難しい髪型なんですようんかなりね攻めた髪型難しいですうんにもかかわらずこんだけ似合ってる、うん、また黒目がでかくてもお目々パッチリ可愛いいっすねほんとねなんすかこれ鼻筋ピーンとしててもうね 整った、端正な、うん、美貌、美貌って言葉がほんとぴったりかもしれない、うん。なんか口のなんかサイズもなんか可愛いな、なんかおちょぼ口っていうか、なんか、うん、いいっすね。で、またこのスタイルが、あっ、で、なんかこれ見ると、なんかコルセットがなんか、もっとほら、ね、コルセットって、なんかのガチガチのね、硬いのを想像してたんですけど、これ見ると、なんかちょっと柔らかめで、なんか若干フィットしてるような、なんかそんな感じに見えますね、うん。これがまたなんかセクシーさを際立たせている、うん。 はあ、かわいいな。<laughs> なんかもう皆さん、もうね、全員いいっすね。本当にマジで。うん。はい。では、引き続きいきたいなと思います。こちらの方はですね、牧野玲奈さんとおっしゃいます。うわ、これまたやばいよね。あのね、この方ね、えっ、ー、とね、私、あの、唯一はっきりしてます。あのね、あの舞台新世界大戦で、あの大場小町やってました。うん。で、ほらあの、小町って小さいじゃないですか。で、持ってるこの、あの、牧野玲奈さんってのがね、あの、やっぱ小さい人で、 144センチって書いてありますね、一応、交渉では、うん。だからかなり小柄ですよね。だってほら、ね、あのー、要するにかなり小柄と言われている、要するに150センチ、151センチ、2センチぐらいである、そのあの関根優菜ちゃんと並んでもさらに小さいぐらいなんで、相当小さいんですよ。うん、小さいんだけどね、うん、十分なサイズがあるという、うん、あ,のあれがですね、<laughs> がもうね、 そうだからこ、やっぱりあれっすね。やっぱりね。あのね。ほら小さい子ってなんかほら。あのね。あのー、私がなんかね。子供の頃かなんかね。あの若い頃かなんかってね。ほら、あの口の悪い奴らがね。なんかね。あの発育不良とかなんとかそんなこと言ってましたけどね。そんなことないんですよ。やっぱりうんちゃんとね。こうやってね。あの負けのりあのレーナーさんみたいに、あの出るべきところは出るっていうね。そういう人もちゃんといるわけでで。またこれなんか？ソフマップかなんかの、ね、イベントかなんかやってるうん。なんか？ 写真集とかなんか DVD とかなんか、ね、手売りかなんかしてるようなそんな感じのイベントなのかなうんこれ生で見たらやばいと思いますよ相当可愛いと思ううんだって画像画像で見てこれだけの美しさ可愛さだから多分なんかもう目の前に現れたら多分なんか抱きしめたくなっちゃうような守ってやりてって感じの、うん、そんな感じかもしれないですねやっべえかわい <laughs> 本当可愛いほ可といいうん 可愛い,いなハ。<laughs> ごめんなさい、なんか。では、次行きまーす。はい、では、次はですね、えっ、ー、とね、三島ゆりさんです。かわいい。この、あ綺きれい。うん、かわいいっていうかね、うん、かわいいし、きれいですよね、すごく。うん。この方はね、あれ、あんまちゃって、ごめん。えっ、ー、と、これじゃなくて、あれ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 、これでいいのかなあ、違う違う違う。えっと、ちょっと待ってくれ。これか。ちょっと画像ちょっと小さくします。ちょっとね、ごめんなさいね。 そう,そう,そう,うわ綺麗だなこれまたちょっと俺の顔がなんだか変だぞな、うん、こういう感じでいいかうんうわ綺麗っすね可愛いっすねあのねこの方がねなんかほらあのー、絵を描く才能があってなんかいろいろほら「あの新作『ラ、あのー・タイ戦ン』t h e s の舞台の裏側だとかねあの出演者の皆さんとかねあの似顔絵描いたりとかねなんかいろいろめっちゃ可愛いなんかイラスト描いてるそれがまたうまいんですよでまたねそれがねだからあのー、関係者の目に留まって なんかあの仕事として要するにののイラスト描いてくださいみたいななんかそんなようなあのオファーがあったみたいななんか本人すげえ喜んでましたよ。かわいいなと思ってうんいやでもあれだけのね絵が描けるんだったらばねうん多分ねほらねあのーなんつうのか商品化しても全然おかしくないしだから私ねあの前々から言ってるんですけど「めぐみちゃんの写真集出してよ」っていうなんか専用のうんだからほら。 あの舞台「新桜大戦」のねほらパンフレットあるじゃないですかでもって一応パンフレットに一応全員載ってますよ載ってるんですけどそのね舞台「新桜大戦」の写真集とかって欲しくないですかあの紙媒体でもいいしデジタルでもいいしマジで欲しいんですよ私うん欲しいっすね絶対買えますね私ねうんマジ買いますだからほらよくよく考えればあの「新桜大戦」に限らず桜大戦のそのほら あの海洋ショーとか舞台とかあったわけじゃないですか。それのなんか写真集とかって今まで出たことないんですかねなんで出さなかったんだろうちょっとビジネスチャンスを1個潰してると思いますよ。出した絶対売れるんだし。が <laughs> みんな買えますしね。うん。少なくとも買うでしょ。やっぱり。うん。だから新桜対戦 t h e s t a g e のね、舞台とか、大岡の宴とか、そのあたりかなんかね、このほら、めぐみの皆さんだとか、 あの花組の皆さんとかね、そういった人たちかなんかもうバンバン映るような写真集とかあれば絶対買えますよ、本当に。うん、俺、1万ぐらいでも全然余裕で買えますね。うん、ああ絶対買えますんでってことで、2つぐらい買っちゃう。<laughs> ではですね、最後に、えー、っとですね、最後の一方、こちらの方、山下ゆなさんとおっしゃいます。やべえな、この方も美しいんだな。山下,山下さん,、うん、大好きなんですよ、この人も。うん、私ね いち、あのー、オシはね皆さん全員大好きなんですけどあ,のあえて強いて1人誰か選んでっていう話かなんか、ね、あの無茶ぶりされた場合に「うん難しい」って言って、ねあのー「じゃあこの人」っつって選ぶんだとしたら山下ゆなさんかな。うん あと飯島弓さんもね大好きなんで、うん、かなりね激しく攻めに合ってるんですよ。<laughs> やべえ MD になっちゃうの俺みんな大好き。うんかわいい。うん、でまたね山下美なさんねこのね可愛らしい美しい顔出しもそうですしあとねめみの皆さんねほんとね、まあ、あの小さい子ね、あのー、牧野連奈さんみたいな可愛らしい小さい子もいらっしゃればあの山下優奈さんとかね、あのー、飯島弓さんみたいにねあの背が高い方もいらっしゃるんですよ。うん だからねあれですよ、あのちゃんと考えててね、ほら、あのアナスタシア役、あのアナスタシアがほらあの歌うじゃないですか。でもってね、そのアナスタシアが歌うあ時のバックダンサーはね、この山下ゆなさんだとか、あとこの飯島ゆめさんが、あの、踊るんですよ。なぜかというと、背が高くてあの、見栄えがするから、うん。でほら、あの,あ、ま、あのアナスタシア役の、ほら、あえー、っと、平湯、平湯樹さんか、あの平湯樹さんが、 もうそもそも背が高い方で170前後だったと思うんですけどもね、うん、でもってそのねあのー、要するに背が高くてスタイルが良いその平井樹里さんにやっぱり負けてあの負けちゃうんですよねやっぱりねあのどうしても背が小さいとだからねあの山下ゆなさんだとかあとその飯島え美さんみたいな背が高い人かなんかをあえてあのー、起用したといったことなんだと思いますよ、うん、やっぱいいっすねやっぱね 基本私、前々か,から何回も言ってるんですけど、やっぱりね、背、うん、が高い女が好きなんで、<laughs> いいっすよね、やっぱりな、本当にいいな、なんか、リアルで仲良くなりてぇなー、本当なんか <laughs>、俺がもしもうね、めちゃくちゃもう言動を超えたもうス、スペシャルな金持ちだとかっつ言ったら、まだなんかね,ね,あのね、スポンサーかなんかなって、ね、少しでもなんかあのお話ししたいとかっていうことができたかもしれないけど、でそんなようなあのマネーはないんで、私には。<laughs> うわなんとかでもなんなんか、だからもう、めぐみちゃんのなんかいろいろなんかその媒体が欲しい。ほんとさっきも言いましたけど、シャシー集だとか DVD だとかね。うん。なんかなん、なんとかなんないんですかね。なんかね。はい。では引き続きまして、えー、っとですね、メンバーのご紹介は終わりました。ってことで、次はですね、 えーとですね実際のそのあの舞台ですねそちらの方かなんかをねちょっとね何枚か写真をご紹介したいなというふうに思いますはいこちらかなこちらうんこちらがまずねえーと舞台のうんなんか幕と幕の間なのかちょっとわかんないんですけど。 うん、なんか集合写真やってますねなんか。あ、これはだからおそらく身長順で並んでるのか。あ、やっぱ山下に皆さんってやっぱ一番強いんだね。こうしてみるとな。うん、確か169とか170ぐらい確かあったんだよ。うん、やっぱ、うんで、石田、え、だから166、六7の石田彩香さんが真ん中らへんに来てるから、だから後ろの方とかみんな、それよりさらに背が高いってことだよね。うん、やっぱ、うん。背が、うん、高いってやっぱ武器だな、やっぱりな。そうかと思えば、だから、 ねあの牧野玲奈さんみたいなやっぱり、ね、小さい子とも必要だしだからねそうあのいろんなタイプの子がやっぱりあのより集まってそれであの作り上げていくのが舞台なんですよねやっぱりうんそれやっぱ大きい子ばっかりでもダメなんですよねやっぱりね、うん、小さい子もいないとダメだし、うん、では引き続きいきたいなと思います次の写真はどなたかないやこちらあこれねいやこれいい写真ですねそうこれこれはねそうあれですよほらで先ほどお話ししましたけど もうねあれなんですよあの、めぐみちゃんの皆様はそうこういったねあの敵の役もやっているもう大変ですよね、もう忙しくてしょうがない、うん、だって場合によっちゃセリフもしゃべるし歌もあの歌うしねあの踊るし演技もするしこうやこういったほらねあのー、敵として出演することもあるような感じで本当休んでる暇なくねっていうぐらい忙しい大活躍なんですよ。うん 素晴らしかったでまたこのなんかくぐつき兵がまたうまかったななんかガッチャンガッチャンって動くようなねうんすげえよかったでその仮面から外した人やなんだから皆さんこんな可愛い顔があったのかっていうのが <laughs> いいっすねはいではですねこちらの方じゃあいよいよ最後って、うん、画像を紹介するのはちょっと最後ってことになります えっと、こちら、あ、これですね、これね、うん、神崎すみれ物語の中でも使ったんですけどもね、私が大好きな写真です、これ。これ、いいっすよね、これね。で、またそうなんですよ、あのね、これね、あのー、要するに、ほら、あの片山萌実さんか、もうね、背が高いじゃないですか、175で、だからそ、そのね、あのー、で、またほら、<laughs> ね、ほら、あの神崎すみれのオーラをね、完全にまとってらっしゃるから、それに、ね、負けてない。 うわかわいいもう。もうね、夢のように楽しい舞台でしたよ。本当にもうまたう生きてえな。本当生きてんだけど。マジ生きてーよー。でもダメなんだよ。ちょっと忙しくてダメなんですよ。うん。でもってですね、今回ね、私がね、その、あの、要するにですね、この動画をね、作りました。その理由としまして、あまあ一つありましてね、あの、それはね、めぐみちゃんの,あの出番をね、もっと増やしてほしいっていうね、もうあくまで個人的な <laughs> 場面になっちゃう。でもね、 うん、まあねあのねあの出番を増やしてほしいんだけどでもねほら先ほどまでにねあのお話しした通りもうそうでなくても忙しい状態でさらにその上ねあの舞台にがっつり絡んでほしいなんてことになったらもう忙しくてねあのー、ねあの倒れちゃっても困るし申し訳ないしね、うん、ねあの過労死寸前までなんか行っちゃったりするとほんと申し訳ないから。 まあ、今のぐらいでちょうどいいのかなっていうような気もするんですけど、まあ、皆さんの意見はどう思うか。うん、私、個人的にね、やっぱり、めぐみさんの皆さんにね、がっつりね、キャラクターに絡んでほしいんですよね、うん。そういう場面をちょっと用意してほしいあの。例えば、要するにほら、あのめぐみというのは、要するにほら、あの帝国歌劇団の,あの、要するにほら、バックダンサー舞台みたいな感じかなんかの設定にしておいて、それで、要するにあの、あの、アナスタシアのね、こうやって、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな感じのなんか、レッスンの指導のもと、要するに、 あのバーレッスンエの,のバーレッスンかなんかしてるようなそういったようなシーンかなんかをあえて設けてそれで「あのー、あなたたちは栄光の帝国歌劇団めぐみなのよ」って「もっと誇りを持って練習に励みなさい」「はいわかりましたアナスタシアさん」みたいな感じでそういったようなねでもって私はちょっと練習でこういうところちょっと悩んで,んでるですなんて感じでそれで山下優菜さんだとかがねあのー、アナスタシアなんか絡んでくれたりとかしたらめっちゃ嬉しいなそしたらなんか「ああうんよし!」 よしあのついにあのセリフがついたってことでなんかめっちゃ嬉しくなっちゃうかもしんない。うん、もっと絡めてほしいっていうのがね、これあくまでも私のまあ個人的なちょっと、うん、わがままな感じの感想になっちゃうんですけど、皆さんどう思いますかね。うん、今のままでもでも忙しいからね無理かな、やっぱり、ね、物理的にな。やっぱり、うん、そう舞台の長さも大体、ね、2時間、えっ、ー、と、1幕1時間、1時間、1時間で大体まあ2時間なんですよ、うん。だからまあそれぐらい、うん、それぐらいでまあいいペースなんだろうという感じもするし。うん いいのかなやっぱりうん、はい。というわけで、えー、と本日はですねちょっとあの駆け足にはなってしまったんですが、あのー、帝国かけ団めぐみのことについてちょっと取り上げてみましたどうだったでしょうかあのね本当にもう最初、ね、この動画の冒頭にも言いましたけど帝国かけ団めぐみの皆さんもうほんとねあの私もそうですしあの舞台見に行った人はね皆さん全員ね好きになったはずですよ。うんだって実際ね素晴らしかっためぐみがいてくれて本当に良かったっていうね あのめぐみの皆さん、本当にありがとうみたいな感じで、感謝してる声がツイッターで溢れ返ってました。やばかったっすよ、みんな。めぐみちゃんが想像以上に良かった、みたいな感じで、私もそれで全く同感でしてね、やばかったっすね、本当に、うん。あのね、うん、あのただのね、バックダンサーとかね、脇役とか、そういったのをね、超越している、うん。重要な、重要なポジションにいます。これね、 めぐみちゃんがもしいなければね、これね、あの新桜対戦、t ステージまああの素晴らしかったんですけど、あの評価はね、やっぱだいぶ変わったかもしれないですよ、もしかしたら、うん、もうちょっと舞台に花が欲しかったみたいな感じかなんかでもう少しね、あのそういった評判になったかもしれない、もしかしたら。だったんだけど、そのね、あの足りない、あの足りなかったかもしれない最後のピースってものを、めぐみちゃんは埋めてあの埋めてくれた、そうそれが舞台の華やかさ。 とにかく見ててね、キラキラしててね、光り輝いていて楽しくて幸せで、夢のような時間でした。うん、だから、このキャスティングした人ってやっぱ、だからね、あのプロのだからそのねあのねあ演出家だとか監督だとかね、そういった人かなんかね、ねあの田中光平先生も含めて、キャスティングの技術ってのがやっぱあるのかなっていうね、どういう基準で選んでんのか、うん、なんでこんな素晴らしい人たちを見つけられるのか。うん だからオーディション形式にしたのかあるいはだからいろんな劇団かなんか見て回ってそれでそう劇団だとかあとほらあのー、事務所かなんかの潜在かなんかを、ね、いろいろ、ね、探してこの人を起用してみようかみたいな感じちょっと会ってみようかとかねそんな感じで探したのか、まあ、どういった形なのかちょっとわかんないんですけど。 とにかく素晴らしいメンバーを見つけてくれたよ。っていうね。感じですよ。私本当とね。あの申し上げたいのはまあ、神崎セミの物語のね。そのエンドクレジットにもね。あの名前入れました。通り。 めぐみちゃんをね今度新作の対戦2とかなんか出せないかなとかっていうのまたこれまたなんかねわがままなね自分勝手なことをね勝手に考えてるんですよ <laughs> なんかうんなんとか絡めないかなと思って <laughs> っていうのはさほらあれですよ <laughs> っていうのはさってなんか,な,んかなるならしくなっちゃったんですけどあのほらねえあのー、桜対戦のオーブエあったじゃないですかあの大家絢爛豪華絢爛あれかなんかで、ね、ほらあ黒子ちゃんがいるじゃないですかでその黒子が結構ねいい役目をねそう あいい感じにね、目立ってるんですよ。うん。あんな感じでなんかね、あの、めぐみのような、そういった立場の人たちかなんかも、上手にね、組み入れることはできると思うんですよね。うん。というわけで、本当にもうね、めぐみちゃん、また会いたい。うん。でもって、もうこれもまた言ったんですけど、私、ツイッターかなんかで書いたかな。うん。あの、この、あの、抵抗をかけためぐみの皆さんは、もうね、完全にもうね、この桜大戦ワールドの、そう、あの桜大戦ファミリーの、うん、一員なんで、 もうこれからどんどんん活しして欲しいですね、うん、今のところねほら桜大戦絡みでやっぱり一番ほら元気のあるコンテンツって言ったらやっぱり舞台なんで、うん、そこのところかなんかを突破口にしてずっと続いていってほしいなって感じ、うん、ですねでほら桜大戦5の時もねほらあの舞台かなんかはあのちょこちょこやってたじゃないですか、うん、でそこでそうあのコンテンツをねあつないでいってくれたわけなんですよね、うん、でもってまあ最後にほらまあ、あのー なんだ一応なんかほらあの要するに今回の,その舞台を持ってだからその,かあの桜大戦のコンテンツとしてはだから全て終了ですみたいな感じになったんだけどそれをあの田中浩平先生があの要するにほらあのファンが泣き叫んでいやあのあの俺たちの桜を終わらせないでくれって言った感じかなんかのねあの涙ながらの願いってものかなんかをね桜あの田中浩平先生が聞いてくれて、うん、あの皆さんの熱い気持ちはよく分かった、うん、あのこ,あのここは私に任せてほしいみたいな感じかなんかでそれであの桜大戦の日をね 警察に繋いいででくれたたたとっとっようなこがありましたんで、うん、だからねこの舞台をねやっぱねあの続けていくことがやっぱ大事ですよ。うん、それでねやっぱりね「うん、さあのだから新桜大戦の舞台開くとこんだけ客集まるんだ」ってことでうんこれビジネスとしてだから十分成功あの活用できるねって話になればそうすればだからねそう新桜大戦2とかにもつながっていくかもしれない。うん だから郷神崎さんもねおっしゃってましたけどね、あのー、今度の、ね、TGS かなんかで何、何がしか桜関係の発表ねえかなと思って、本当、マジ期待してるんですよ、うんね。25周年ですからね、やっぱりここで一発ドカンと、巨大な花火を打ち上げてほしいですね。は はい。というわけで、えっ、ー、と、本日はですね、あの、以上ということにさせていただきたいなと思います。えっ、ー、と、右耳の動画、いかがだったでしょうか <laughs> また、右耳のことだけでね、これだけ語れるんだからね、やっぱりね、新桜対戦ザステージ、ほんと素晴らしいっすよ。うん。私今回ちょっとねあの、行けないんですけども、あの、行かれる方、あの、楽しんでください。でもって、またなんか、その感想かなんかも聞かせてほしい。うん。だから、今度だから、私がだから、ライブかなんか開いて、それでその感想かなんかをね、皆さんからあの、参加した人から聞いてみるっていう、そういうライブ配信もいいですね。なんか、うん。そんな感じも、 いいなというふうに思いつつ、えー、と本日はですね、えー、と最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。また次回、ぜひよろしくお願いいたします。マークでしたさよならバイバーイめぐみちゃんもバイバーイまた会いたい <laughs> ああ、まあね、またまたこのほら、またこの選んだ画像がまたなんかドンピシャじゃないですか。私が推している2人が、うん、ちょうどね、 最前列に出ている。ああ、もうやばいっす。あやめちゃん、そしてゆいなちゃん、やばい、かわいい。<laughs> うー、やばい、かわいい。ああ、ああ、ああ。やばい。ここまで来るとちょっと変態だな、俺。<laughs>